25時ナイトラジオで。皆さんこんばんは、しののめいの役の鈴木みのりです。皆さんこんばんは、秋山みずき役の佐藤ひなたです。はい、この番組はスマートフォンゲームプロジェクト世界カラフルステージフィーチャリング初音ミクに出演する私たちが作品の情報や魅力をお届けしていく番組です。はい、はい、8月後半ですってね。え、夏休み終わるねえ、怖いわ。このラジオが流れている頃にはちょっとはこう暑さもマシになっているんでしょうか。でも私なんか去年10月まで暑かった気がする。そうだよね、ずっと長なんかね、夏長くなってて、うん、秋が消えかけてる感じする、ね、なんか勝手に9月10月が秋で11月から冬って思ってたんだけど、うん、でも紅葉とかって11月からあ、そっか、じゃん、うんうんうん、だからあ9月は夏なのかみたいな、うん、なんか最近秋服とか全然暑くて着れないもん。着れないよね、もう暑すぎみたいな。秋っぽい色見るだけでなんかもう、いや暑いなんか、ね、着れないってなっちゃう、ね、メイクだけなんか秋っぽいメイクになるけど、全然半袖着ちゃいそうだな。ね、ひなたちゃんエアコンつける派ですか。全然つけないと死んじゃう。あ、そうね、そう、つけない派っていうかと思って、えっ、やっぱすごいなって。そう、全然何もすごくない。なんなら私も本当にインドア派だから、うん、ずっとエアコンの効いてる部屋に夏はいたいね。ゴロゴロしたいよね。したいよ、もうぼーっとしちゃ う, そう、クーラーないと寝れないし、ね、でもこの間私、うん、湖に行ってきてお仕事で、うん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 、いいの？夏海って思ってたけど湖もいいななんて思って、うん、やっぱ水に触れるとね、夏はなんかちょっと癒されますね。はいはいはい、音とかも良さそう。そう、なんか海とちょっと違くて、うんうん、ザバーンってならないけど、はいはい、カヤックとかに乗ると自分の足でズゾゾゾゾゾゾゾって音が鳴るんですよ、うんうん、それがなんかちょっと新鮮で私はすごい楽しかったです。なんかあれ、木々とかも生い茂ってる感じなんですか。そう、あ、なんか癒される。そう、近くになんて言うんだ、森みたいなやつ、木いっぱい生えてるところがあって、溶岩みたいなのもあって、すごいすごい、パワースポットみたい。そう、めっちゃパワースポットって言ってて、あ、実際にパワーをもらって帰ってきました。いいですね、いいな、出かけたくなるけど、ね、人もね、ちょうどいなかったんで、全然いなかったから楽しめたけど、うん、ね、なかなか出かけにくくなっちゃったから ね、まあ、皆さん対策をしつつですけれども ね、はい、ぜひ、はい、もしお時間とかあったらね、うんうん、ちょっとだけブラッと ね、お散歩とかねしてください。ぜひぜひ、はい、ということでそんな感じで今夜も始めていきましょうか、うん、はい、はい、25時ナイトラジオで今回もスタート。この番組はプロジェクト世界カラフルステージフィーチャリング初音ミクの提供でお送りします。改めまして鈴木みのりです。佐藤ひなたです。はい、いや、私は最近もう本当に暑すぎて、うん、ほぼ毎日アイスを食べてるんですね、うん、お、毎日ほぼ毎日アイス食べてて、うん、体重が増えちゃうよね。あ、でも私もあのこの前自分のライブが1ヶ月前に終わった時に、うんうん、その日なんかご飯を食べたいっていう気分よりもとにかくアイスを食べたくって、ね、暑いしね。そう、本番前に抹茶 の、 あの某高いアイスを食べたんですよ、うんうん、でそれで満足できなくって、うんうんうん、終わった後に帰りの新幹線で新幹線すごく硬いアイスを、うんうん、あの硬いやつ、そう、あれをあの抹茶味を食べて、また抹茶、そう、抹茶味のアイスを1日に2個食べちゃったの、うんうん、ご褒美だからいいやと思ったんですけど、うんうん、あんまりお腹壊さないのね私、うんうん、だけど次の日2日間ぐらい、うんうん、なんかずっとお腹の調子悪くて、あら、冷たいもの食べると夏バテにつながるって言うからね。言うけどやっぱ程よくがいいんだなって、ね、やっぱ1個にしとこうね、みんなも、ね、気をつけましょうね。それでは皆さんからいただいたメールをご紹介させていただきたいと思います、はい、ラジオネームゆずさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ニーゴの皆さん、こんにーご、こんにーご、初めてメールさせていただきます、うん、おー、ありがとうございます。ありがとうございます。先日ついにビターチョコでこれレーションが追加されましたね、うん、私は2日に1回は必ず聴くほどこの曲が大好きで、プロセカアンケートの追加してほしい曲に書いていたので、うんうんうん、めちゃくちゃ嬉しくて楽しみにしてました、うん、追加されると発表された日からそわそわドキドキしていたのですが、うん、ゲーム内で聴いた時は良すぎて震えました、うん、歌割りが本当に天才
的で、特にラスサビの真冬が歌う僕は大人にやっとなったよママを聞いた瞬間、ブワーと鳥肌が立ちました。ニーゴの皆さん、そして運営さん、猛暑日に鳥肌が立つほどの素晴らしいものありがとうございますといただきましたが、そうね、ビタチョコ追加されましたね、うん、ね、なんか撮った時はむしろそのチョコレートが似合う時期ぐらいに撮って、そう撮ってた、ね、今時期的にはちょっとチョコレート溶けちゃうような時期ですけどそうだね、うん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 、アナザーボーカルも確か奏で以外はある曲だと思うんですけど、私全員の聞いた時の歌い方全然違うと思って、ね、すごいびっくりしました。タイプも違いますけど、うんうんうん、どうです、この曲はある意味物語の中でっていうわけじゃなくってね、うんうんうん、まあ、カバーさせていただくカバーだけど、どんな気持ちで歌う、私結構淡々と、うんうん、エナっぽく可愛くみたいな、うんうんうん、でもこうちょっと暗い感じもあるみたいな感じ、うんうんうん、塩梅がすごく難しかったんですけど、私はなんかこう、うん、ベースはいつもの基本的な明るい水木だけど、うんうんうん、こう要所要所に諦めとか、うんうんうん、なんかこう僕は大人にやったなったよママのところとかは、うんうん、なんかこう強く、うんうん、出ていいところは強くてもいいですよって言われてたから、うんうん、結構ね、あの歌い方は割と普通と強いを分ける感じでやってたんですけど、うんうん、意外と気づいてくださってる方がいて、おー嬉しいと思いながら聞いてたんですけど、皆さんもね、うんうん、よかったらアナザーボーカルカードの方でも聞いていただけたらなと。足りないんだよ、そう足りないんですよ足りないんだよみんな買わせてくれって、ね、むしろね課金するからね、買わせてくれって言ってる人がいっぱいいる。本当だよ、私も買うって、ニーゴのやつ買うよ、みんなのめっちゃ欲しい曲いっぱいあるね。なんなら配信で売ってくれたっていいんですよね。そう配信でフルでも聞きたい聞きたい。なんか今はそのグループで1枚出して1枚に3曲ぐらい入ってるじゃないですか、うんうんうん、もうむしろあのウィターチョコデコレーション4人バージョンをメインにして、それでシングル出して、うんうんうん、あのカップリングに4つもしくは5つミクちゃんだけとかでもいいんですけど、うんうんうん、もうソロバージョン全部入れて入れたいっていうのを毎回やってほしい。配信だけでもいいから、うん、サブスクとかね、なんかそっち系だけでもいいから、もう聞いてほしいな、ね、どうかお願いします。そう、ね、ボカロってやっぱフルで聞いてこそなんかストーリー性がね、うんうん、確かに触ったりするからっていう、ね、願望を好きなだけ言っていいラジオですこれは、うん、しかもさ、なんか歌い分けでさ結構その歌詞に当ててくれたりするから、うんうん、あの一番の歌詞はこの二人がすごいメインだから、うんうんうん、他の二人が出てこないとかも結構あって、そうジャックポットとか特にそうですね。そうそうそう、だからびっくりするから、ぜひね、あの聞いていただけたら嬉しいです。お願いします。じゃあ続いてのお便りいきましょうか、はい、ラジオネームゆきさんからです。ありがとうございま す, います。皆さんこんにーご、こんにーご、こんにーご。最近ちょっとお仕事で嫌なことが多くて、うんうん、誰もいない世界にこもろうとした真冬がちょっと羨ましくなりました、うん、ちょっと憂鬱でどこかに逃げたいなと思った時、皆さんはどうしてますか、ということで、あらちょっと切ないお話ですけども。そう、ね、嫌なことあるのか、ね、でもそうね、生きてでもいいことだけなんてこと絶対ないからさ、うんうんうん、しょうがないんだよね、しょうがないって思う。そうね、でも嫌だけど嫌なことに向き合わなきゃいけない瞬間もね、お仕事だからねきっとあるよね、あったりもしますけど、どこかに逃げたいな、逃げたい、でも逃げても、うん、佐藤は一人しかいないので、うん、起きたら、うん、佐藤が行かなきゃいけないなって思うので、う、ね、うん、逃げないかも。そうね、みのりちゃんは、うん、逆になんかこう、うん、あーって憂鬱になることある？もうエブリデイです。エブリデイなの？エブリデイ、本当あのニーゴの役に選んでくれたスタッフさん、私の何を知ってるのっていうぐらいでもなんかそれを人に見せるとかないんですけど、うんうんうん、心の中やっぱずっとモヤモヤはすることはあって、うんうん、そういう時でもずっと体調は悪いかな、なんかその、うん、なんていうの、熱が出るとかじゃないけど、なんかずっと喉にこう突っかかってる感じがあって、うんうんうん、すっきりしてる状態じゃないってことだよね、じゃないっていう感じで、うんうん、でもそういう時はもう寝る、めっちゃ寝る、うんうん、なんか体、心が疲れてるから体も疲れるから、うんうん、
体をまず休めてあげないと心もいい方に行かないから、うんうん、お仕事で大変かもしれないんですけど、ちょっとなるべく休めるときは休んで、うんうん、っていうのか、あとは話を聞いてもらうことも大事なのかなとは思いますね、うん、やっぱ真冬もさ、誰もいない世界に行ったは行ったけど、結局聞いてくれる人がいて、うん、みんな変にもねっていうのもあるからね、あとは整体がいいんじゃない？あ、なんか整体師さんってすごい自己肯定欲をめちゃくちゃ上げてくれる感じがして、なんかこの間の舞台で私は仙人って呼んでたんで、ちょっと本名わかんないんですけど、うんうん、仙人がなんか、うん、お腹のツボとか押した時に、うん、あーストレス溜まってますねこれ、うん、散らしときますって言われて、散らせるんだストレスってみたいな、そこでなんかちょっと感動して、はいはい、なんかその施術が終わった後のなんかこう、うん、私今ストレス散ってるからみたいな、なんかちょっと自己肯定欲が上がる感じがあるので、確かにそう、背中とかバキバキバキってやってくれるんですよ、はいはいはい、でも確かに私もピラティスに行ってるんですけど、ピラティスの先生が私のすごいパワースポットで、うん、なんかすごい行っただけで元気になれるというか、なんか多分そういう人っているんだと思うんですよね、うんうんうん、なんか自分のその嫌なものを吸い取ってくれるような、そうエネルギーもすごいパワフルな人っていますからね、そうそう、うん、なんか友達とかね、その職場の人じゃなくても、うんうん、新しいとこに行ったら何かそういう人に出会えるかもしれないんで、確かに大人になってから習い事とか始めるのもじゃあいいかもしれないです ね逆に近い人すぎるとなんかね、そうね、うまくいかなかったりするんで、ちょっと離れた人に話してみるのもいいかもしれませんね。ですね、はい、元気になれますように、なれますように。続きまして、はい、ラジオネームポストさんからいただきました、うん、ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは、私は小さい頃からラジオを聞くのが好きなのですが、うんうん、中学生になってからは声優さんがやっているアニメやゲームのラジオばかり聞いています、うん、なので人生で一度でもいいからふつおたを読んでみたい、うん、いろんなコーナーをやってみたいという願望があります、うんうん、皆さんは小さい頃こんなことをやってみたいや、こんな仕事をしたいなという夢はどんなのでしたか、教えていただければ幸いですといただきました、なるほど、そっか、読まれたいっていうよりかは本当に自分もこういう私たちみたいに喋ってみたいっていう方なんですね、うんうん、素敵ですね。なんかね、私 YouTube この間見てたら、うん、放送委員だった私が YouTube でラジオをやってみたみたいなラジオを見つけて、YouTube のそれで聞いてみたけど、うん、なんか普通歌とか読んでて、うんうん、あ、確かに YouTube ってこういう風に自分のやりたいことをやれる場でもあるんだなと思ったんで、うんうん、ポストさんももしかしたら意外と自分の行動力でラジオができちゃうかもしれないですよ、ね、やってみたら全然楽しいと思いますけど、ね、ラジオ好きって私も分かるな、ラジオ好きだったから。あ、そうなんだ、大好きだったな。何系を聞いてた？もうずっと垂れ流しみたいな、垂れ流し FM 系の。あ、はいはいはい、もうずっと聞いてて、うん、なんかはーいっていう男の人、はいはいはい、これ地方すごいバレちゃうと思うんですけど、はあはあ、なんか何々さんって言われるとはーいっていう人がいるんですよ、その人を聞くために毎日、うん、車でラジオ聞くためにドライブを家族でしたりしてました、はいはい、そのはーいのためにそう、あ、はいの時間だねみたいな感じではいの時間、ね、そうなんですよ、そうなんだとかありましたけど、うんうん、なんか子供の頃の夢とかこんな仕事をやりたいってみのりちゃんありました？私は歌い手、あとニコ生主やりたかった。 歌もやりたかったし雑談もやりたかったから、うんうん、今でもやってみたい、歌ってみたはやりたいけど生配信したい、今それは鈴木みのりとして、うん、それとも名前を伏せて違う名前で、そうね、名前を変えて、うん、だからそれこそなんかエナナみたいな、うんうんうん、なんか違うのになって顔を出さないで、うんうんうん、いや VTuber とはまた違うというか、あ、なるほどねって感じでやりたいな。今でもね好きだからずっとそういう人を見てるんだよね、なんか顔出しの人もいるんだけど、うんうんうん、ずっとそのチャット欄でコミュニケーションコミュニケーション取ってて、うんうん、面白いなって思って。そういう職業もありますからね。ね、いや、いいな、うんうんうん、でもずっと録音とかだけして真似事はしてた。うん、じゃあ世に出てないだけで素材はあるんですね。そう、歌ってみたとかもなんかちょっと歌ってみて、うんうん、今初めて言うんですけど、うん、ちょっとこう作業してもらって、うんうん、音源にしてもらったことはある、ボカロ曲で、世に出てないけど。嘘、じゃあもう自分で楽しむようみたいになってるんだね。そうやってた。あとはなんか喋って
見たりとか、うんうん、そういうのもやってたかも。へー、今初めて言った。行動力すごいね。いや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 、でもそれを出したりしてね、ちゃんとやってる人が、うんうんうん、続けてる人がすごいなって思いますけど、いつか聞いてみたいです。やりたい、ぜひ聞きたいです。ひなたちゃんはちっちゃい頃からさ、このお仕事をこう、そうね、幼稚園の時からやってたんで、ね、逆にやりたかったものとかあったりします？なんだろうな、でもなんかちっちゃい頃はずっと真っ黒クロスケになりたいって言ってて、うん、なんでなんでなんですか ね、 ねずっと言ってて、うん、黒くなりたかったの？そのドロンコとかってまみれたかった、そういうわけじゃなくて普通にあの金に、金なのか分かんないけどあの妖精になりたかったなんか多分その映画を見た時に一番ビッビッときたのがそれだったのかなと思いますし、あとはあの某月の美少女戦士のアニメがあるじゃないですか、あれの水色の女の子にずっとなりたくて。あ、水色か、私黄色だった。黄色か、私もずっと水色が好きだったんですけど、それであのミュージカルのねオーディションを受けてみたりとか、うん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 、意外と行動はねしてました。そうなんですよ、やっぱ戦士もの憧れるよね。憧れる、戦う系はやっぱ大好きですね。でもね、作品違えどそういう戦士ものはやってますから弓で戦ったりしてますから ね意外とまあちょっと叶えちゃってるかもしれないです ね素敵ですよ。はい、ということで、はい、今回の紹介は以上となります、はい、皆さんからの投稿たくさんお持ちしております。はい、ここで1曲お届けします、はい、今日はですね、先ほどラジオネームゆずさんからいただいたメールにもありましたけれども、ビターチョコデコレーションを聞いていただきたいと思います、うんうん、我々がねさっき話したところなんかも意識して聞いてみてください。はい、それではお聞きください。ビターチョコデコレーション。人を過度に信じないように、愛さないように、期待しないように、言った角が立たないように、聞い取らぬように、めったくないように、続いてお届けするコーナーはこちら、いいねください。私が演じる東雲エナは承認されたい気持ちがとても強い女の子です。ということで番組を聞いている皆さんにも承認欲求を満たしてもらおうというコーナーでございます、うん、100いいね満点で採点をしていきます。はい、それでは早速ですが紹介させていただきたいと思います、はい、ラジオネームキシンさんからいただきました。ありがとうございます。ニーゴの皆さん、こんにーご。こんにーご。先日プロセカのハーフアニバーサリー展に友人を誘って行きました、うん、一緒に連れて行った友人はプロセカのことを全く知らなかったので、各ユニットのコーナーを回りながら、ユニットの魅力について説明し、特にニーゴについて熱く語りながら布教した結果、うん、見事友人をプロセカの沼にはめることができました、うん、お褒めのいいねください。 PS、友人はニーゴではなくビビバスにはまり、あんちゃんのケツを追いかけるって言って走っていきました。
はい、なるほど、なるほどね。キシンさんからいただきました。はい、みのりちゃん、この投稿どうですか？そうですね、1いいね。あれマイナス99点ですよ。最悪じゃねえか。1いいねです。1いいね、はい、その心は。そうですね、布教したことだけは褒めようと。それは1、はい、なぜここに引っ張ってこれなかった。もうこっちの沼になぜ、はい、2位後に引っ張ってこい。本当よ、本当ですよ。水木の友達のアンの方に行っちゃうのかよ。そうですよ、しかもケツ追いかけるな。いやでもアンちゃんいい女なんだよな。いい女、みんな確かにこのプロセカに出てくる女たちは可愛いし、うん、魅力的なボディーだ。ボディーだ、ボディーだ。魅力的なボディーだ、ボディーだ。やっぱアンちゃんって結構、うん、の姉御肌といいますか、面倒見がいいから、うん、ケツを追いかけちゃう人は多いんだろうな。ねえ、俺なんか年下男子のノリでこうね、ね、行っちゃうんでしょうね。ぜひ2号のケツも追いかけてください。そうですよ、ケツね、ケツね。ケツじゃなくてあの本体を追いかけてください。よろしくお願いします。本体を追いかけてね、はい、続きまして、はい、ラジオネームマウロコ17歳さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。僕は現在高校の生徒会副会長をしています、うん、生徒会副会長と聞くとすごそうなイメージを持たれると思うんですが、うんうん、残念なことに友達からは、うん、お前なんかしてるの？わら、仕事してる？わらなどと言われてしまいます、はいはい、涙。確かに会長に比べたら人前に立つ仕事がなかったりしますが、うん、仮にも副会長をやってきた身、うん、10月には解任となりますが今までの頑張りを称えてもらいたいです。いいねくださいといただきました。なるほど。で結局何をしたんだいっていうところなんですけれども、お前は何をしたんだ、お前は何をしたんだ。でも私も中学生の時に副会長やってたの、うんうんうん、そうなの。何するの副会長って。いや今必死に考えてるんだけど、うん、全然初期とかの方が頑張ってたよね。やることはあったよね、具体的に、ね、副会長ってのは補佐、補佐なのかな、うん、会長はねなんか代表して喋るじゃんとか。副会長何してたのかな。会長具合悪い時用のかもしれん。補欠？補欠、補欠会長なのかな。ベンチ？ベンチ。会長のベンチ。ベンチ。いやきっとなんかやってたんでしょうけど、なんだろうね。でも会長が男の子だったの私の時は。うんうん、で副会長が私で女子だったから、うん、まあ男女で何かって時は会長と同じ感じでどこかに行くみたいな感じだったのかな。副会長ってそう言われてみたら何すんだろうね。ねえ、何してたか思い出せないから何もしないんじゃないかな。ちなみに、はい、いいねが欲しいとのことですが、いいねが欲しいか、こちら何いいねですか、ね、どうしよう、難しいな。まあでも副会長に選ばれたってことはすごいことですから、 で、ね、一応お仕事は何かしらされているわけで、うん、うん、全生徒の何かしらの人望的なものはなるほどなるほどあるかもしれない。なるほどね。うん、じゃあ2今日少ないですね。なんかほらあのお前本当にやってんの、わらって、わらわらっていうわらの W で W で2で2ダブルで2になりました。そうです、これは友人が悪いですね、笑ってつけた。そうです、そうです、それは良くないですね。でもほらいいね自体はあげましたが、ゼロじゃないですかね。確かにいいねくださいって言ってるから。そうです、いいねあげましたよ、うん、ダブルいいねついてるんだから、はい、いいことありますよ。ありますよ。今日手厳しいですね。今日ちょっと1から始まっちゃったんでなかなかあげづらいものなんですね。もう自分的にもあげづらいところが、はい、早速次いきたいと思います、はい、続きましてラジオネームナグさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ローソンとプロセカコラボのクリアファイルがあったことに気づき、うん、気づいたのがイベント終了日でローソンを5件はしごしました、うん、そのうちの4件はすでにプロセカのクリアファイルが棚になく、うん、最後のところだけクリアファイルがありました、うん、といただきましたが、うん、ゲットできたということかな、かなきっと、うん、どの子を手に入れたかとかもね
本当は知りたかったですけど、う、ね、まあ、うちの奏はゲットしてくれたのかな、ね、本当ですよ、うん、個人的にあのみのりちゃんが可愛かったんですけどね、めっちゃ可愛かった、可愛かった。でもああいう店員さんいたらちょっとドジを踏みそうな感じがしました。あーとか言ってなんかドサドサドサとか言ってね、奏はできんのかなバイトとか。でも深夜のレジ打ちしてそうじゃない、うんうん、あピーなんかいらっしゃいませみたいな感じ怖い、ね、奏がレジ打ちとか陳列してたらちょっと怖いね。でもなんか元気系の子たちが昼間にギャー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 やって、うんうんうん、しっとりめが夜やるってなんか結構楽しそうなコンビニですけど、エナナンはバイトできなさそうだよね、うん、できなさそう、なんかあんまりやりたくないみたいなことを、ね、言ってた言ってたから、うんうん、どうなんだろうね。でも多分接客業は無理じゃない、切れちゃうと思う多分はーってなりそう、はい、そんなのも分かんないのみたいなブチギレそう。そうでなんかチャラい客とかになんかそんなのもできねえのかよブスとかって言われたらめっちゃ喧嘩腰になりそう。喧嘩になりそう、あんたね、うん、なりそうだけど言うよ絶対ということで、まあ、そんなクリアファイルをゲットしてくれたナグさんですが、こちらは何位でですか。 5! まだ一桁か。でも今日の中では一番高い、ね、5件回ったから 5! 5! あー5件回って5、1件ごとに1いいねで1いいねで、はい、10件回っときゃよかったね。ねえ、でも10ですよ、100件回ったら100いいねかもしれない。100件か、大変だそりゃ、大変だ、ナグさんそれは大変だ、それはもう買い占めになっちゃうからちょっとやめてほしい、やっちゃいけないことですからダメですねはい、ということでまだいけますかね、うん、じゃあラストいきたいと思います、はい、ラジオネームピンクのワイシャツさんからいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。16歳です、はい、自分は7月のプロセカのフェアに合わせてアニメイトに行きたかったので、うん、親の許可をもらうため直前の期末試験で悪い点数を取るわけにはいかず、うん、必死に勉強しました、うん、その結果クラス41人中見事5位になり、親にも許可をしてもらえました、うん、これほどの努力を可能にするこの教えの愛すごくないですかといただきました。すごい偉い。でもそっか、確かにもう大人になったから当たり前のようにアニメイトとかしれっと行けるけど、うん、学生の時からしたらアニメイトはもう遊園地みたいな感じ。ねえ、親の許可をもらわないといけないんだね。あー、そっか、いやいや、誰推しなのかな。ねえ、今日みんなちょっとそこ曖昧みだよね。もしかしたら気を使ってニーゴじゃないから言わない可能性も。そうかもよ、だってニーゴだったら絶対ニーゴって書くもん。書くもんね、それに比べて1位ねの人はちゃんとあんちゃんってね、そう言ってケツまで追いかけちゃってね、なんなら布教した人2号しですしね、うん、本当ですよはいはい、はい、こちらピンクのワイシャツさん何位ねですかね。クラスで41人中5位、41引く5、私数学できない、36いいね36いいね36いいね、今上がった方だが50点より下なんだけど、どう36人の上に君は立っているよ。怖いけどちょっとでもまだ上には4人いますから、ね、そうですね、ぜひじゃあ次のフェアの時に上昇あるか分かんないですけど頑張ってもらって、頑張ってもらって、ぜひぜひ。いやー、今日のみのりちゃんは厳しかったですね。厳しかった、ちょっとやっぱね最初が肝心ですね、1から始まっちゃったらね、1から始めちゃったから、ね、ケツを追いかけた友人が悪いよ。じゃあ悪い、まあでもこれからもね応援してはあげてください。ぜひあんちゃんを一途に追いかけてあげてください。可愛、ね、うん、いから。はい、ということで今回の紹介は以上です。はい、こんな感じで皆さんから承認欲求を満たす自慢や褒めてもらいたいことを募集しています。以上、いいねくださいでした。5時ナイトラジオで、それではここからはプロジェクト世界の情報をお届けします。ただいまイベントマーメイドに憧れてを開催中です。イベント終了後にはアフターライブもございますので、ぜひ皆さん参加してくださいね。はい、また同時開催中の歌よ響け夢見るマーメイドガチャでは、星4、草薙ねね、上白瑠衣、めぐりねるかの3名の新メンバーの出現率がアップ中です。皆さんぜひチェックしてみてくださいね。はい、詳しくはプロジェクト世界の公式サイトや公式ツイッター
ツイッターゲーム内のお知らせでご確認ください。以上プロジェクト世界からのお知らせでした。25時ナイトラジオでエンディングのお時間です。番組では皆さんからの投稿をお待ちしています。ゲームや番組の感想、メンバーへの質問、そして各コーナーへの投稿もお待ちしています。投稿はメールでお待ちしています。アドレスは25radio@pjseka.jp です。番組概要欄にアドレスも掲載されていますのでご確認ください。皆さんからの投稿お待ちしています、はい、番組でかけてほしい楽曲のリクエストもお待ちしております。はい、はい、お腹が鳴っちゃってしょうがないんですよ。私もお腹空いちゃったな。ね、喋ったらお腹空いちゃいました。もう今お腹鳴っちゃったかも。鳴っちゃいましたね。いやいやいや、25時ですから今はね。そう、深夜は時間に食べるのは結構詰めるかギルティーですけど、ギルティーなんですよ、ね、でも食べたい。お腹に食べる何かって美味しい、ね、で朝後悔するね、え本当むくんじゃったよみたいな、ね、もたれてるなって。あ、分かる分かるありますけども、みんなもよかったらお腹空いたらね、うん、夜中でも食べていいんだよ、うんうん、食べていいんだよ、若いうちは食べていいんだよ。そう、でも年齢を重ねるとやっぱり、うん、胃がねしんどくなるんですよ。そう、消化できなくなる。油もんとかなかなか食べれなくなる、ね、食べれなくなっちゃうね。なっちゃうんですよね。まあでもでも話はさておきですよ、はい、25日からは我々のね、また夏休みラジオもあると思いますので、誰が出演するかはお楽しみです。はい、ということで今日はお時間でございます、はい、次回は9月4日25時から配信予定です、はい、ここまでのお相手は鈴木みのりと佐藤ひなたでした。それではまた次回25時ナイトラジオで。この番組はプロジェクト世界カラフルステージフィーチャリング初音ミクの提供でお送りしました。